今のさ、え、なにこれ。オーマイガー、そんなモーションもあんの？これ、買いです。はい、こんにちは、マスオニです。今回はですね、またまたコレクションイベント来たんですけども、そろそろスーパーレジェンダリー、ホライゾンの来たやろなと思って、あ、こんなかっこいいクナイがホライゾン装備できるんかと思ったらね、はい、レイスのなんか第2個目みたいなスパレジェ、クナイの周りがなんかこう、光ってる？炎とかそっち系なんかな？もうね、今回このエモートよ。エモートとバナーフレーム、めちゃくちゃ力かけてんなと思って見てたんですけど、いや、これはね、元レイス戦として手に入れないわけにはいかないということで、まあ、今回もちょっとコレクションイベントみんなと一緒に、まあ、どんな感じなんか見ていきたいと思います。ちょっとね、これ今4つ買っちゃってるんですけど、まず最初に絶対1個覚えといた方がいい小技？お得に買える小技言います。今回自分の欲しいやつが、例えば単品であるとしたら、これもクラフトメタル1200、いつもだったら2400必要なんですけど、今回まさかの半額っぽいんで、全部揃えたい人は、これ400クラフトメタルで、これ解除できるんで、400で全部買ってから、パック買った方がいいと思います。わかります？全部揃える人は、この上の紫のやつ何個か買っといて、全部引いていくのが一番効率よくて、単品で買いたい人は、もうこうやって、例えばこのレイスのこの般若っていうか、武者スキンみたいなやつ、これが欲しいって人は、もうこれだけ単品で欲しいって人は、この1200とかで買ってもいいと思います。でも今回は、結構、まあ今までのスキンの色違いが多くて、まあでもその色違いの中でも結構なんかね、かっこいいな、みたいな。カラーリング綺麗やなってやつも多いんで、まあ、今回のは正直、全然買ってもいいかな、全部買ってもいいかなって、僕の中ではですね、僕の好みの中では結構、1、2、レイス、ジブラルタル、ローバー、オクタン、レブナント、ワッチョン、これ僕全部、このスキン、結構好きな部類？こう武将とか、なんかもう戦国とかなんかそういう系のスキン結構好きなんで、まあ、僕は全部買うんですけど、まあ、チャームもね結構可愛いんですよね、ほら。これとか刀をこう、刀のこの、なんて言うんでしたっけ？刀とこう、持つ部分をつなげてる部分、ちょっとなんていうかわかんないんで、ちょっとコメントで教えてほしいんですけど、こういうフレームとか、こういう可愛らしいバナーとか、ホロか。可愛らしいホロとかも手に入るんで、今回結構ね、いいと思うんですよね。フレームも結構ね、なかなかいいんですよ。このジブのやつとか。よし。まあ、こっからはもう本当に最適な買い方するときですね。僕の場合だったら、クラフトメタルが1750あったんで、4つ1600円分買って、で、こっからイベントオファー行って、まあ、この5000円のやつ買って、で、こっちの2500円の買って、まあ、こうすると若干お得なんですね。1個700円のやつが2100円と1個のスキン分ってことで2800円が2500円分で買える。こっちはこれ4900円分と700円分なんで、まあ5600円だから800円分ぐらい安く、まあ合計1000円ぐらい安く買えるんで、だいぶありかなっていう。で、この後練習場で見るので、ちゃんとつけといて。今回のレブいいよな。この歯とかちゃんと出てる感じとか。レブナントっぽい。顔面赤。めっちゃサイコパスそう。で、ちょっとね、このディボーションが気になったんで、僕こっちも買っちゃいます。ランパートね、ちょっと最近お世話になったし、買っちゃおうってことで。で、残りの、まあ8パックなり、みんなだったら10パック、12パックなりをここで買うと。じゃあ一番効率よく買えるんで、まあ、ちょっと買い方は真似してみてください。おお、縁起いいっすね。いきなり金メッツ最高だぜ。ことね。お、プロテインみたい。はい、次。で、このガチャね、やっぱいつものコレクションイベントはそうなんですけど、まあ、レジェンダリースキンが出やすくなってますんで、結構引いても全然お得です。このオクタンかっこいいよな、なんかユニコーンっぽい。お、来たー。お、すごいな、確率。なかなかですよ、全部金の確率って。
これフィニッシャーかな。うわ、動物をいじめるなっつってね。ますよと。うえ、音気持ちよすぎ。これ全部装備しちゃう、そんな当たり前やん。ホープズドーン、あ、ホープスドーンか。ホープズドーンはちょっとおもろいな。まずちょっとレイスのバナー見ちゃうか。かっこいい、かっこいい、あ、かっこいい、かっけえな、かっけえなあ。はいはいはい、じゃあ一回練習場行ってみましょう。報酬トラッカー、インペリアルカード、あ、コレクションパックとかがもらえるのね。1パックぐらい。おお、かっこよ。え、あ、こんなかっこいいんだ。おお、どど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 ど、えぐ、えぐいって、スーパーレジェンドモーション、えぐい、あ、たたたたたた、やばい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 、いじめたらんといって、これ以上。あーあーあああ、これだいぶストレス溜まってる人でもだいぶストレス、いやもう最高よこれ。え、これストレス発散になっちゃうよ。おお、あ、モーションは一緒なのね、やっぱ。私が当時どんな人間だったのか、今とはもう関係ないわよね。え、夜遊び入ってきてんか。ちょっと見てほしい、君に。こっちを探索しましょう。見てほしい、君に。君見て、お願い、ちょっとだけ、お願い、お願い、ちょっとだけ見て、こっちちょっとだけ見て、ちょっとだけ興味を示して、お願い、YOASOBIさん。結構音鳴ってるで、多分これ。全く見てくれへん。オッケー、多分見えてません、僕のこと。ああ、 W がオレンジにはなりませんね、さすがに。かっこよ。はい、じゃあまずウィングマンから見ていきましょう。こんな感じ、まあ見づらいよね。もうね、重心がこう自分の見てるところを全部隠しちゃうから、あんまりおすすめはできない、うん、これはあんま使わん、まあ、別に見た目は嫌いじゃないけど、これは使わん方がいいかな。でかすぎ、ウィングマン自体が。これはペイトゥーローズです。ペイトゥールーズ。はい、じゃあ次はクレーバー。おお、いいな、クレーバー。なんかこうなんちゃらナイトみたいなゲームで、こういう重心が銃、その銃の先端だけ光ってるやつあったな、確か俺がやった時。あ、ウィングマンはダメ、クレーバーは OK。 G7 ね、見やすさもあんま良くなくて、デザインはまあ人によってはやと思うけど、あんま俺は好きじゃない。これも若干ペイトゥールーズですね。この覗く部分がちょっとでかいから、敵をこう初動で拾った時とかに
エイムして拾う、撃つと、ちょっとね、敵が見づらい。サイトがあったら問題ないんだけどね。サイトはもう完全に隠れるからね。よし、じゃあ次。マスティフ。最近激強の、マスティフちゃん。一見ね、一見めちゃくちゃ見やすそうに見えるんやけど、自分のこの覗いてる、この、ちょっとマスティフがぼやけてる部分、ここは結構大きいから、まあ見やすいねんけど、まあ初期スキンでもよくねってなっちゃう。でもマスティフね、今シーズン最強やから、なんかスキン変えると、なんかモチベーションも若干上がったりするやん。だから、マスティフのことを愛してるって人は、全然勝ってもいいと思います。別にペイトゥウィンではないです。キャラはね、もうちょっと後で見せるね。カーね。なんかさっき、いいなと。あ、いいね。なんか色合いな感じ、あんまり最初、パッとごやんかったけど、なんか桜の方が目立つな。桜の、お、綺麗やね。まあまあ好きかも、これ。なんか水色。水色と赤っぽいの。なんかチーキーっぽいな、もんか。チーキースキンにしてくれ、これ。なかなか、いいね、これ。なんかカラー的に、まあ服装とかはこんなちょっと取り入れられんけど、銃やし。これぐらいカラフルでもいいよね。なかなか好きかも、もんか。なんか、自分の服装とかは絶対取り入れん色やけど、銃として持ってるのはすごい好きかも。はい、じゃあ次。ヘビー武器なんかあったっけ？リピーターあったな。思い出した。リピーターはこんな感じ。オクタンやね。まあ結構、スタイリッシュやねんけど、これも結構ね、アイアンサイトが大きい。ほら、見えへんやろ、これ。敵が歩いてるとき。ほら、別にこの距離やったらいいけど、最悪。半分ぐらい見えてるから。でも、この距離とか、今、この敵撃ってる時に、この敵見えへんやん。この敵撃ってる時、この敵見えへんやん。だから、ちょっとペイトゥールーズかも。かっこいいけどね、スタイリッシュで。リピーターも細くなってなんか、かっこよくなってるけど、これもね、ちょっとあんまり、おすすめはしない。ペイトゥールーズになりかけ、なりかねないです。はい、じゃあ、ボルトと、ボルトね。ボルト、これはいいでしょう。間違いなく OK です。アイアンサイトも見やすいままで使います。まあ、レプリケーターいっちゃってるから、ちょっとあれやけど。使用されてる、多分、分母は減ってるやろうけど。まあ、この誰でも使いやすい。カービンの横移動速い版の腰打ち強い版の SMG ということで、まあ今後も使われると思うし、アイアンサイトも見やすいし、買っといても損はないと思います。はい、じゃあキャラスキンいきますか。いや、このマジクナインかっこいいな。いや、このエモートかっこよすぎ。うー、赤系統が好きな人はもうイチコロやろうね。はい、じゃあキャラ見ていきますか。まずレイスね。こんな感じ、まず最初の画面は。いや、かっこいいな、レイス。あたた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 た。だって殴り一発30ダメージやろ。これやばいよ、秒速ダメージ。 E1 の間に240ぐらい、 DPS 多分240ぐらいあります、レイスのパンチ。これ実戦でやるよな。1234561812345678990みたいな感じでこれ数えられてるやん、絶対。ほら、手の回転数、ちょっと角度変えて見てみよう。おー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 。よう耐えてんな、お前。もう今のさ、え、何これ。おーマイガー、そんなモーションもあんの？これ買いです。今回のスパレジェ。結構、ちゃんと手込んで作ってくれてるわ。じゃあちょっとレイスは置いといて、オクタンですね。スキンはこんな感じ。綺麗よね、なんかシンプルにスキンとしてね。はい、じゃあ次はレブナント。うわー、顔がね、顔好きやわ。顔以外は別に普通やけど、顔が好き。
めちゃくちゃ怖いよね、こんなん夜道に現れたら。みんな大丈夫？帰り道。顔が怖すぎる。で、ジブラルター。このクレイバーのスキンとね、ジブやね。このジブも顔めっちゃいいよな。顔怖いけど、めちゃくちゃ好き。頼りがいのある顔してる。ちょっと最近ね、ジブのピック減っちゃってるけど、ジブいいんすよ。盾はこんな感じになっております。はーい、手はなんかこの鎖片びらみたいな感じね。じゃあ次は老婆ね。これはなんか殺せよって感じの色地よね。これちょっとバレンタインの時のやつやけど、ちょっと合わへんな。はい、まあ、このねトサカがね、多分ねこれこういう感じで頭がこう上からひょこっと見えて、ちょっとだけペイトゥールーズかもしらんけど、まあ俺のホライズンのモヒカも変わらんから、まあまあこういうフォルムが好きな人はぜひ使ってみてください。はい、ウィングマンと同じやつかな。マスティフかな。マスティフにも同じマーク入ってたよ。じゃあ最後はですね、ワッチョンですね。ワッチョンのスパレジェもいいよな。ホライゾンもなんかこういう感じにしてほしいな。ワッチョンのスキンもなかなか素敵なカラーリングとなっております。かっこいいね。はい、じゃあまあこんな感じで、正直ローバー以外は俺結構好きかな全部で。銃はボルトとクレーバーが良かったかな個人的には。まああとせやね、ボルトとクレーバーかな。ボルトとクレーバーとまあマステフぐらいかな。ウィングマンとかはマジで絶対にこういう無慈悲の翼と殺人光線系のやつをつけてください。で、ちょっと G7 も、こういうね、これバトルパスのスキンだったり、この血の誓いとか、こう見やすいですね。3030は、デフォルトっぽいやつがいい。これどうやったっけな、見やすいかわからんから、一旦つけてみるか。で、マスティフは、まあ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 見やすい。で、なんかね、だいぶ前、シーズン5か、4、5ぐらいに、なんか一個見やすいスキンあってんけど、ちょっと名前忘れちゃった。覚えてる人おったら、だったら、はい、ディボーション、こんな感じね。新しいやつ。なんか宝石がいっぱいはめ込んであって、ちょっと今までにないようなスキンやったから、ちょっと買ってみた。また、まあ、このランパートのやつとかもね、見せる機会あると思うんで、よかったら配信とかも遊びに来てください。それでは、今回はまたまた新しいね、コレクションイベントが来たということで、まあ、全部ちょっと紹介してみて、まあ、僕の中では、このスーパーレジェンドセットがもう素晴らしすぎたんで、まあ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 、これぐらいのお金の価値はあるかなっていう結果でした。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またよかったら見に来てください。よかったらチャンネル